はい、ゆっきーでーす。今日はですね、足立区の、西武通園というところにね、やってきました。結構ね、周りはね、公園ってなってて、公園になってるみたいで、はい。で、その真ん中あたりに、この西武通園があるらしい、っていう感じになってますね。それじゃあね、入っていきましょう。はい、入ってきました。早速水槽がありますね。何の水槽ですかね。特に何もない。お、水槽、でかい水槽ありますよ。お、あ、リス、あ、リス生きてるわ。模型かと思った。リス生きてる。リスがいますね。うわ、すげえな。リスがここで飼われてます。あ、なんか管が通ってあっちに行けるのか。へえ。このなんか管みたいなのを通って行き来できるみたいですね。どんぐりなどのナッツ以外も食べるよって。ほら、そこにいるんだ。ほぼ微動だにしない。生きてんだ。金魚がいます。でけえな、この水槽も。おお、ランチュ。蝶だって。うわー、チンチラがいるらしいぞ。チンチラが、あ、すごい、あ、いた、あそこにいるチンチラ。ほら、結構でかい。ウサギぐらいあるな。おー、わー、かわいい。今見た、なんかちょっと伸びたぞ。チンチラ。身長140センチぐらいの人しか入れないよ。この中入って覗けるみたいですね。ほら、チンチラくん。チンチラくん。お、カエルがいる、カエル。おお、アフリカツメガエル。ツメガエル。お、カエルだ。カエルだよ。カエル。さっきさ、オタマジャクシいたでしょ。ほら。オタマジャクシ大きくなったらカエルになるんだよ。うわ、何これ。お、日本アマガエルだ。これはアマガエル。これ普通のアマガエル。ほら、いた。大きいすぎ。お手手こういうやつ。なんかほら見た。アマガエル。結構でかいな。こんなでかかったっけ、こいつ。こうやって泳いでる。ほら、そこにくっついてる。で、マダラヤとヤドクガエル。これは、これ毒持ってるやつだっけ。あ、いた。うわー、こんなとこにいる。おい、こっちにもいた。すげえいっぱいいる。うひゃー、3匹固まってるわ。うわ、すげえな。すごい蛍光色。マーブルサラマンダー。
ちょっと見当たらないですね。メキシコサラマンダー、かっこウーパールーパー、別名ウーパールーパー。でっけえ、超でけえじゃんこのウーパールーパー。こんなでかいのウーパールーパーって。20センチ、体長20センチぐらいあるぞ。25センチぐらいある、25センチぐらいあるぞウーパールーパー。でっか、超でかいじゃん。お、これなんだ、トカゲ。これ何トカゲ、特に書いてないけど、トカゲくん。うわすげえ。あ、魚もいるわ、魚。ほら魚、魚。あった、インドシナウォータードラゴン。はい、インペラトール、これヘビですね。うわ、でっけえ、これかよ、超でけえじゃん。いやー、でけえ、これ全部ヘビだよ。でっか、アカアシガメ、カメですね。カロリナハコガメ、カメちゃん、カメちゃん。おー、でかい、でかー、あれですね、2匹います。うわ、でけえな、20センチぐらいあるわ。2、30センチありますね。あ、ヘビ。お、ちゃんとほら蒸気が出て、熱帯雨林だから。ベーレンニシキヘビ、インドホシガメ。あ、いた、これ見たことある、これは見たことある。ほら、あ、でっけえ、うひゃ、すっげえでかい。これ何メーター、1メーターぐらいあるか。うひゃ、食ってる食ってる。食べないけどね。はあ、すげえでけえぞこのカメ。これ何ガメだこれ。何ガメかは書いてないな。乾燥地のリクガメ、ケズメリクガメ。あー、ケズメリクガメ、これ聞いたことある。お、蝶だ、蝶、蝶だぞ、蝶、蝶。お、お、サナギ、アゲハチョウ、なんとかかんとかのサナギ。もう羽化してる、これ。長崎アゲハが羽化してるね。うひゃー、オオゴマダラのサナギ、サナギがいっぱいいますね。超羽化してる、これも。ほら、はい、大ゴマダラ。すごい、女の人がなんかやってるわ。かわいい女の子、かわいい美人さんがいる。美人、あ、すごい、すげえ。これクモ、黒アゲハ。こ
これ標本か。これ標本ですね。これが長崎アゲハっていうんだな、これ。で、これが黒アゲハ。で、アゲハ。これがアゲハで、これがキアゲハ。あ、やっぱキアゲハは綺麗ですね。深海の世界。うわっ、オオグソクムシ。うひゃー、ダンゴムシみたい。ほら、ダイオウグソクムシみたい。うひゃー、初めて見た。はあ、ケズメリクガン。おお、食ってる食ってる食っとる食っとる。うひゃー、これ迫力満点だな。パク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 。冷たい海の世界。冷たいの。オオカミウオ、魚ですね。あ、いるいるいる、でっか。うえー、でかい。お、カサゴか。なんだこれ、夢カサゴ、サギフエ、チゴダラ、フサギンポ。お、すっげえ形のやつがいる。これ、うわ、サヨリみたい。おいしい。カサゴ。すごいな、これ。かわいいね。これ、あ、なんかミミズみたいなのいいね。あれ。お、なんかいたぞ。あ、カブトガニだ。アメリカカブトガニ。ほら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 、うひぇー、カブトガニなんて初めて見た。はぁ、カブトガニ初めて見た。うわ、イソギンチャクみたいなのがいる。うわ、なんだこれ。花形サンゴ。お、なんかいる。今動いたぞ、こいつ。こいつ動いたぞ。花形サンゴ。小枝なガレー花サンゴ。これサンゴだね。これ全部サンゴですね。はい。でかい。イソギンチャクみたいなのがいる。あ、ナマコだ、ナマコ。うわ、綺麗なイソギンチャクだ、これ。クマノミ、クマノミ、隠れクマノミがいるわ。あそこに。で、あの奥の水槽は？あ、チンアナゴ。あ、チンアナゴ初めて見た。うわー、ニコ生でしか見たことないチンアナゴ。ほら、これ、チンアナゴ。こっちにもなんかチンアナゴっぽいのがいる。ニシキアナゴだって。うひゃ、かわいいな、こいつ。
ウヒャーチンアナゴだ、初めて見た。はえー、思ったほど、あ、こっちもいるわ、ほら、ここに2匹。うわー、やっぱ間近で見るとあれだな、結構目がでかいな。こっち何やってんの、なんか砂かけてるな。あ、チンアナゴ潜った。ん、なんかうんこみたいなのがある。なんだこれ、なんだこのうんこみたいなの。あ、タツノオトシゴがいる。あそこにタツノオトシゴがいる。ほら、あ、こんなとこに、これ魚。タツノオトシゴも初めて見たな。なんかくっついてるぞ。あ、フグ、フグみたいなのがいる。カワハギ、カワハギかな、カワハギか。アマモの世界、海に広がる大草原、アマモ。へえ、アマモだって。マナマコ、アミメハギ、ニクハゼ、水ヒギゴカイ、クサフグ、あれクサフグか、サンゴタツ、タマシキゴカイのフン、あ、フンか、これなんかクソみたいなのあるのと思った。キヌバリ、ほら、土壌みたいなのがいる。あっちにほら、タツノオトシゴがいる。タツノオトシゴ、あ、タツノオトシゴほら、くっついてるわ、あそこにも。うひゃー、草にね、尻尾でひっついてます。草で、草に尻尾でひっついてる。あ、ナマコもあっちにいる。あっちにナマコもいるな。おー、タツノオトシゴ。走ってる子供がいるな。カタカタ。お、クラゲだ。クラゲ、水クラゲ。おお。はい。よいしょ。足立区生物園園内マップ。もう周りがね、あの公園なんだ。走らないって書いてある。走らないって書いてある。ここは磯の世界。磯。おお。なんだこれ。ネコザメとトチドチザメとトラウツボ、ハワイウツボ、オヤビッチャ、ギンユゴイ、カゴカキダイ、トラフナマコ。おー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 、サメだ、チョウザメだ。これチョウザメだろ、これ。あ、ネコザメだ。うわ、でっけー、なにこれ。これネコザメ、これサメだ、サメ。お、人で。あ、ウツボがいる、あそこに。ほら、ウツボ。お、サメ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 、ネコザメネコザメ。ほら、サメちゃんサメちゃん。おお、来た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 。
マングローブの世界マングローブ、あ、いる魚、これ鉄砲王だろ、違う、ヒメツバウボ、南トビハゼ、スメナガヨコバサミ、キバミウニナ、いで、リボンスズメダイ、アーチャーフィッシュ、アーチャーフィッシュだって、口から水鉄砲を発射して水面上にいる昆虫などの小動物を撃ち落とす、やっぱ鉄砲王だと思った、鉄砲王っぽいなと思ったらやっぱ鉄砲王だった、へー、ん、なんかちょろちょろと痛く、あ、なんかいる魚、おー、鉄砲魚、うわ、この鉄砲魚のこの目ん玉、あ、なんか今水出した、水出したぞ今、ピュッて、見た見た見た、まだだって僕が食べてもいい、今水出したよ、ピュッて、今ね、ピュッて水出したんだわ、出さない、でも結構あの水のしぶきみたいなのがついてるんで、やっぱ発射するんだろうな、アーチャーフィッシュの餌やり毎日13時、13時終わったんだよな、矢のように餌を射る赤虫を、自慢の水鉄砲を飛ばします、はジャングルの世界、アロワナカーブ、ビルマニシキヘビ、チリメンナガクビガメ、クラウンローチ、レッドフィンバルブ、あ、なんかいる、ウナギか、なんだあれ、うわ、でっけえ、あのニシキヘビ、あれ何メーターあるんだよ、うひゃ、直径10センチぐらいあるぞ、10センチか15センチぐらい、うわぁ、うわぁ、あそこちょっとここ入ろうかしら、入れてる、はい、もっと入れて、下に潜り込んで、で、よっちょ、よっちょ、大人で入ってるの俺だけだ、おっと、うわぁ、ほら中入ってきちゃった、中、うわぁ、ニシキヘビでけぇ、俺のスマホの直径、スマホの横幅ぐらいあるわ、いや、それ以上あるな、うわぁ、すっげぇ、俺のあの太ももぐらいあるね、あの太さが、太さは俺の太ももぐらいあるよこいつ、マジで、よっちょ、よっ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、チンチラくんは
よし、ちょっと他のとこに、他のとこ行くか。ああ、暑い暑い。お、写真撮りがいるわ。リスちゃん。シマリス、これシマリスだろ。よし。そしてこっから本番の。どこ？こっちか。こっから本番の外。うひゃー。外だよ。まだ半分ぐらいしか行ってないわ。何これ。ちょっとあっち行きてえな。うわ、これ録画しながらだと結構きついわ。お、猿だ。猿。これ何猿？コモンリス猿。うわぁ、魚。あ、これあれだろう、なんだっけ、白いやつ、ホワイトシクリット。ホワイトシクリット。お、蝶の大温室来た。南国の蝶や植物、熱帯魚やその他の生き物、あなたはいくつ見つけられますか。うわ、ここ来たかったんだよ。蝶はいますかねと。あ、いた。ほら、普通に放し飼いにされてる。うひゃー。ほら、蝶がね。ほら。すげえ。放し飼いだ、これ。うひゃ、でっけえ。なんだこれ。あ、アロウアナ、アロアナだ。うわ、でっか。アロアナ、でっけえ。これなんだこれ。これピラルクだ。うひゃ、でっか。でっか、こいつ。うひゃ。すぎるだろこれ。うわー、アロワナでっけー。1メーターぐらいある。いや、下手したら2メーター、いや、俺よかでかいかもしれん。いや、俺よかでかいことはない。 1.5 メーターぐらいあるな。 1.5 メーター。あー、蝶だ。蝶。あー、うわー、うわぁ。おぉ、どこ行った。おぉ、どこ行った、あれ。おぉ、うひゃ。おぉ、うわぁ。おい、すごい近い。おお、近い。大ちゃん、そろそろさ、近い。トイレなんか行って。おお、モンシロチョウ。これモンシロチョウだべ。おお。こいつ人懐っこいな、このチョウ。おい。うわぁ、蝶だらけ。そこら中に蝶が舞ってるよ、俺。天井見てみ。すごいね。後輩。
対馬浦ぼしじしし浦ぼししじみの保全活動、絶滅の危機にある浦ぼししじみの保全活動を行ってます。モンシロチョウみたいなやつだな。うわほら、あー、クロアゲハ、クロアゲハがいる、クロアゲハ。これなんかいる、これなんかいそうやな、ね、うん、いないか。うわ、いっぱいいる。うひゃ、あ、すっごい甘い香りする。うわうわ、うひゃ、ほら、花、花がいっぱい。うわ、天井蝶だらけだよ。ほら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 、すっげえ甘い香りするわ。うわ、綺麗な蝶だな。うわ、クロアゲハ、クロアゲハ、お、クロアゲハ、クロアゲハ、お、クロアゲハ、クロアゲハ、クロアゲハ、ほら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 。うわ、間近だな、本当にこれこれ。ほら。こいつ生きてんの。おい。わあ、クロアゲだ。クロアゲハ。触っちゃった。うひゃ、いっぱいいる。ほら。うわうわ、なんかすっげえいっぱいいる。なにこれ、蜜葉。うわ、吸ってる吸ってる。うわ、これ何蝶だろうな、これな。おお、来た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 。うわっ、吸っとる吸っとる、蜜吸っとる。うひゃー、うわうわ、蝶だらけ。うわ、そこにも蝶がいた。おれー、うわすごい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 、階段がある。うひゃ、あ、甘い香りする。なんかすっげえ、なんか網持ってる人がいるわ、飼育員の人。うわ、ちょっと触っていい？触っていいか？ほり。あ、掴んだ。まあ、あんまりね、こういうのね、こうやって、こうやって掴むといいんだよね。まあ、あんまりかわいそうだから掴まないけど。すごいおとなしいな、こいつ。直接触ると、鱗粉が剥げちゃうんで、なるだけこの、体の根元をこうやってこうやって掴むと、ほらほらほら、あー、飛んでった飛んでった。あんまり鱗粉がつくと、鱗粉が剥げると、雨とか弾かなくなっちゃうからね。まあ本当はあんま触んない方がいいんだね。おっ、超このアオスジャーギャっていうのかっこいいんだ。これが綺麗なんだよな、こいつもな。うん、うわ
青子が大発し、すんげえなこれ。お、いたいた、来た来た来た、ほら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 、ういひゃー、蝶だかり、うわー、もうこいつ羽がほとんどあれだよ、なんかあれなんかな、蝶、あれ鳥に食われたんかな、大音室内の蝶は捕まえないでくださいって書いてある、捕まえちった捕まえちったよ。お、蝶だらけ、